いや、このさ、空の青とさ、この暗くなってからのね、焚き火、ランタンのオレンジ、これが萌えだよね。萌えです。このオレンジ加減が萌えなんだよ。いや、ほんとこの一瞬の差で来るんだね。そうなんですよ。え、木にバッて青になって、あ、ちょっと明日は焚き火を利用させてもらおう。敷いてずっとかがんでる。あー、暗い。暗くなっちゃった。もう暗いよね。ほんと一瞬だね。その並び、このギアも栓抜きもこれもかっこいいし、うん、突然言って あるよって出してきたのがかっこいいのもなんかかっこいい、かっこいい。あ、でそのなんかなんだか瓶と放浪のカップと並べてるのもかっこいいんでしょ。かっこいい。その下の木もかっこいいんでしょ。そうです、うん、なんとなくわかるわ。もう全部かっこいい、うん。かっこ悪いの夜は消してくれるからね。いいこと言いますね、うん、だから夜型。そうそう、だからさっき俺の写真撮ってくれてさ、はい、かっこいいって言ったのさ、はい、もうちょっと夜だったからだよ。余計なブツブツとか消してくれるんだよ。修正って言わなくても天然で修正してくれるんだよ。闇がね、闇がね、うん。でもやっぱ年重ねていくと、はい、まあ、釣りが好きになったりとかも親父の影響だったりとかして、海ってすごいなっていうか、海ってすげえなって思うことがある。海ってすごいよ。そうなるとなんか、いや、せっかくお金出して土地買うなら海だなとか、海沿いってすごいなって思う、うん、いや、海沿いの土地って威力あるよね。うん、そこのストレスは多分プレッシャー以上に僕の方が、まあ料理に関してはね、彩りがどうとか。いやー、そうだよね。俺は少なくとも彩り考えなくていいからね。うん、本当に。いや、だと思うよ。
ね、俺だからそういうのができないってなるともう無理だもん。いや、できる人もいるから僕も結婚できたんで。でも、二つ返事で、いってらっしゃいっていう。あ、そう。多分やっぱ、ひろしさんに感謝があるんじゃないですか。感謝とか、まあ。妻なりに。大したことやんないだろうっていう。大したことやんないだろうって安心があるんじゃない。どうせキャンプの話でギャーギャー言って帰ってくるんだろうっていう。その安心があるんじゃない。女呼んでみたいなこと。いないから。ひろしはやらないだろう。うん。昔だったらあるったけどさ。もうないからさ。もう一個安心なんだろうね。確かに、あの、うん。そうですよね。夜9時に呼ばれたらなんかそんな感じしますもん。するやん。普通だね。ひろしさんちで3、4時間。どうせ。ずっとキャンプ。キャンプの話して、帰ってくるだけでしょって。行ってらっしゃいってなるよね。いや、それが、そうでしたね。うん。それが、なんか六本木とかをね、なんか遊び場にしてる人のとこ行くんだったらちょっと話変わってくるんじゃん、うん、そうですね。そういう意味でも信頼されてるの、うん、まあ、なんか男として喜んでいいのかどうかわかんないねなんか情けなくもあるよねいや、そんなことないです。もうちょっとこう危険な男で会いたいよねいやちょっと有吉さん結婚した時にさ、はい、LED ライトの効力が弱まってきたんだ光がもう充電マックスできたのにさ。いや、あのこれ iPhone がすごいから、うん、結構ちゃんと、2個とも光ってるように見えるんですけど、うん、肉眼で見ると、うん、ほんと虫の息です。そうなのよ弱っちゃって、あの俺肉焼くとこ動画撮りたいんだけどあんま映んないんだよこれ。この効力。ライトがこれ。ああ。あ、これ使いますか。あ、いい。いいですよ。わあ、楽しいな。楽しい。はい。あ、明るくなったわ。ああ、本当だ。全然違う。ね。あ、全然違う。これでお金もらってますか。YouTuber も大変だこれ。何見てんだバカ野郎。やるんじゃない、見てない、見て。ああ。一回手に出して。一回手に出してこれ。ああ、海外の人っぽい。だから。なるほど。恥ずかしいね。恥ずかしいね。ただうまそうっすねそれ。そんな高いもんじゃなかったけど。ん？いくらか忘れたけど。
うまい。うん。変？え、珍しいって俺よくやるやつだよ。肉とパン。うん。あ、美味しそう。綺麗に並んでる。うん。これいいですか？うん。パンも。肉とパンですか？え、なんで肉とパンにそんな疑問を持ってんの？だって、外国では、大体パンじゃん。まあそう。はい。何？疑問、何の疑問がある？いただきます。うん。うまっ。あ、よかった。6年越しにうまいって言われた。6年かかった。うわ。ステーキうまいって言われるのに6年かかった。浅田さんから。くせえって言われた。6年前パンもちょっと人はやっぱ6年経つと成長する、うん、そうだね。あ、うまい。でそのパンはここにつけて、えこれはあれだから、バターが溶けてるわけこう。バターなんて知らなかったじゃないですか。知ってるよバター知ってるよ。こうちょっとつけて、うん、こうしてそうつけて肉汁とバターが合わさったやつ。うまい。やろ。食べていいよ。もしあれだったら。もう一切れですか。いいよいいよ。あーすごい。あーいいっすねバター。ん？これどう？えパンって言うけどさ、なんなん？パン食うでしょ。あんまこうステーキでパンはいかないですね。あそう。いや、俺は結構やるよ。ああ、うまいっすわ。ああ、そう。はい。あら、よかった。時間かかったわ。6年越し。うん。もう、ザ・シンプルだもん。塩コショウのみ。お肉がいいんだな。ん？ん？なんて？え、美味しい美味しい、すごい、うん、じゃあいいじゃん。感動しました。なるほど。うわー美味しい。うまいよね。肉がいいんだ。肉肉どっち、何、お肉が。まあね、結局肉で決まんだよ。いや焼き加減も、焼き加減もまあそうだけど、はい、あと塩加減も、うん、9割肉だよ。まあだから7、8年前買った肉はもうまずかったから今思うとね。俺は分かんなかったから。臭くないです。臭くはないね、少なくとも。美味しい。パンもいいやろ。いや美味しいです。ちょっとこうが焼いてさ、うん、あんま多分ステーキ肉でパンってやんないんですけど。あそう、ありですね。うん、だって外国行ったら大体パン食うから。まあ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 、そうですね。その感覚よ俺は。外国の感覚です。そう、ワールドワイドに行ってんだ俺は。世界を見てんだよ俺は。いや美味しい美味しい。違う。ん？待って、それこそさ、はい、海外のブッシュクラフターの動画見てたらパンばっか食ってるでしょ。パン食ってますね。パン、まあんまステーキでパン食わないですね。え、海外のブッシュクラフター食うじゃん。パンか、うん、は食います。パンとか豆とか。はい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 。でも大体合わせるのはあの卵とか。うん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 。肉でもあのパティっつってこう、うん、ひき肉のハンバーグに、うん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 、入れる、うんうん、やつみたいな。うん、ステーキってあんまないですね。そうか。いやでも美味しいです。うん、だって
外国大体パンだよ。ずっとそれ言うじゃないですか。うん、天ぷらやんの？一応買ったんですけど。やろう。え、食います？食いたい。あ、今日は僕はちょっと焚き火で天ぷらをちょっと揚げてみようと思ってます。あれ、僕は僕はじゃないの、僕のピコグリルで。あ、違うの、天ぷらを揚げようと思う。あ、違う違う、今エビの天ぷらを揚げてます、うん、僕はじゃないの。うまくいくかどうかはちょっと自信がありませんが、いい音がしております。僕はじゃないの、僕の天ぷら、違うの、僕がどうかな、どうぞ、ね、あーでも、あーでもちょっといい色してる。あー、いい色だけどね、うん、いいんじゃないですか、うん、ちょっと次、次の食べてください。え、いいの最初、はい、何かけるの、抹茶塩で、はぁ、洒落とるね。あー、どうして、いいですか、熱いかもしれないですよ。エビ天、ボケてるな。